おはようございます。岩田隆彦です。12月12日の朝になりました。米国市場11日の相場が引けたんで、今データを取りまとめてました。ニューヨークダウはマイナス99ということで、悪かったよね、前日比が。残念ながら。でもまあ、自分の持ってる株は、ちょこっと増えました。まあ、ちょっと若いぐらい動きしとるよね、今。それで、こんな感じです。良かったところは、どこ？アプライドマテリアル。171です。3ですね。それから、NVIDIA。139で4。上がりました。あと、マイクロン。102で4。クアルコン。159で3。マイクロソフト。448で5。ということで、軒並み上がって。アルファベット強いね。昨日、東証入ろうかなと思ったんだけど。躊躇したら、調子いいね、これ。びっくり。196で10。で、オラクルが一番上がったんで、オラクルも、違う。何喋っとんの。メタプラットですね。これが一番強いんだよね。ここはね、すごい勢いある。632で13。まあ、いい勝負。この2トップ、狙い目かな、今。難しいよね。テック系は。で、オラクルが1と。オラクルすげえ下がったけど、ちょっと戻して。178で1。ということで、テック系がここまで、会長に上げて、アップルだけ沈んだよな。アップルだけ変なの。これ、こう来るならアップルもちろん、たとえ1ドルでもいいから上げといてほしいよね。と、気持ちよく上がったって言えるけど。まあいいや。それから、ビストラコープ。146で5。下の方行って。あと下の方はね。この人は ?JP モルガン。243で1。それから、なんかピントが合わんね。皆さんの目が悪いんじゃないよ。これカメラが、こういうやつなんで、しょうがないね。ビザが313で1位。マスターが534で5。クレジットカードはこれ。アメリカンエクスプレスが来て欲しかったね。この流れやと。まあいいか。ということで、ちょっとはダメでした。ので、だけどトータルはですね、上げました。17,000。靴256。ピントが合わんね。もうちょっと近づけると合わん。合わん。合った。17,256。前日比プラス169。配当金403。という私の今ポジションです。寒、外は2度、3度、パソコンは3度って書いてある、3度なんだね。室温10度、朝ゴミ捨ててきました。自転車でブワーッと走っていった。寒かった。もう、鼻水止まりません。それじゃ、失礼します。